チャンネルインクルージョンの時間です。みんなお仕事頑張ってますか？みちかです。ふわふわしてますか？みさこです。動物と触れ合ってますか？ちひろです。皆さんいかがお過ごしですか？私は今仙台市青葉区中央にあるアートインクルージョンファクトリーに来ています。いやーすごい雪だね。すごい雪ですね。どうなってんの？雪だるま作れるね。作れる。あれ雪だるまみたいな人もいますよ。あれで今日は何かまた新しい素敵なゲストを呼んできてるって聞いたんだけど。はい。誰ですか？ココタさんです。シリーズチカちゃんです。チカちゃんですか？チカちゃんです。いやーということでね、今日も素敵なゲストが来ましたけど、誰からインタビューしますか？お仕事何していますか？はい、私はアートインクルージョンでみんなのお給料を計算しております。で、しずねちかとしては東日本大震災の仮設住宅の集会場でおじいちゃんたちやおばあちゃんたちと一緒に演歌を歌ったり民話を語ったり一緒に踊りを踊ったりお話ししてます。だって、はい、しずねさんがいなかったらみんなの給料ゼロ。ゼロゼロゼロマイナスかもよ。払わなきゃいけないかも。ということでね、みんなのお給料がちゃんと毎月払われるのもしずねさんのおかげです。あふわふわ大好きですか？はい、私は美佐子さんの作るふわふわの絵が大好きです。とっても気持ちが温かくなります。だってよ、どうする？嬉しい。じゃあふわふわチェックしてみますか。じゃあ今日のしずねさんのふわふわ度は、ふわふわチェックポイントはどの辺ですか？お洋服。あ、お洋服来ましたね。やっぱりこの雪の日にふさわしいね、暖かそうなオレンジの装いですが、ズバリ何点でしょう？100点。100点出ましたね。早いね。ちょっとみちかさんもふわふわチェックしてみる？うん。他にはどんなチェックポイントが考えられますか？髪の毛のシュシュ。あ、シュシュね。シュシュッとしてます？シュシュッてしてますね。これは何点ぐらいでしょう？満点。満点出ましたね。さっき三つ編み好きなのね。今度してくるね。はい。三つ編みが好きなの？千代さんも何かポイントあります？足のふわふわルーズソックス。はい、ルーズソックス。女子高生。そう、国田さん女子高生。千代さんもルーズソックス履いてました？え、女子高生の時。あ、ね、はい。本当？本当？衝撃的な事実ですね。え、ちなみにみちかさんはルーズソックスしてました？普通の靴下でしたよ。普通のね、やっぱり立派なね、記憶正しくね、ルーズじゃなく、今日もピシッといきましょうか。ピシッとね。動物と触れ合ってますか？はい、国田さん家のお隣に大きくてお顔の真っ黒な犬がいて、誰にでも吠えるんですけど国田さんにだけ吠えません。どういうわけか国田さんにだけ吠えなくて、隣のおじさんが散歩の時どうして国田さんだけ吠えないんだろうねって言うんだけど、国田さんが声をかけるともうすごいスピードでね尻尾振ってくるので、国田さんは大好きです。でもよその人にはすっごい声で吠えます。はい、やっぱりいろいろお付き合いってものがあるんだね。パピーちゃんの写真見ましたけど、なんかすごく可愛いですね。お兄ちゃん可愛くないって言ってたの？見た？みんなパピーちゃんの写真見てない？見てない。見た？あ、見た。どうでした？すごい可愛い。可愛かったでしょ？うん、可愛い。うん。なんでお兄ちゃんあれいらないの？奥さんとこれだ、これで奥さんがいればいいと、うん、まあ、いろんなお付き合いがありますよね。ということでね、今月もお給料がもらえたのもしずねさんのおかげということで、お礼を言いましょうか。せーの、ありがとうございます。
国田さんからも、みんなが一生懸命働いてくれるからお給料が出ます。国田さんも千尋さんと美佐子さんと美智香さんにいつもどうもありがとう。もっと働かなきゃね。もっと給料アップしてもらおうか。ガンガン働いてね。じゃあ頑張って働いていきましょう、はい、皆さん、アートインクルージョンの、素敵なグッズが今ネットショップや実店舗でも買えます。仙台本町、の8店舗、そしてこれから長町でも販売が開始されます、月刊アートインクルージョンも Amazon で Kindle 版が買えます。どんどん買ってくださいね。お願いします。アイドルも乗ってます。乗ってます。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。さようなら。